残ったようだな。第一ラウンドの試合はこれで終了だ。第二ラウンドも引き続き頑張ってくれ。解散。アルハイゼンさん、相変わらず締めの挨拶が急だね。ニーロ、君もこういうスタイルを取ればより自由に生きられると思うよ。ちょっと待った、1位と2位は誰だったんだ？1位はティナリさんだよ。2位はまだ相談中なの。おいアルハイゼン、いい方法を思いついたぞ。2位は2ポイント獲得できるんだろ。僕とファルザン先輩で1ポイントずつ分ければいいじゃないか。君の想像力には感服せざるを得ない。だがトーナメントのマニュアルには初めから最後に至るまでそんなルールはない。なら今付け加えろ。そんなことを俺がやるとでも。僕の優勝を邪魔したいのか？その甘い考えを書面でトーナメント委員会に提出してみるといい。3営業日以内に返事がもらえるだろう。いくらなんでも遅すぎる。仕方ないだろ、夢を見るにも時間は必要だ。そっか、2匹目の迅速市長はカーベとファルザンが同時に見つけたんだな。でも試合のルール…仕方ないの。わしを敬って先輩と呼び、謙虚にアドバイスをもらっ…じゃあポイントはカーベさんにつけるね。いやダメだ、僕がポイントを取ったらファルザン先輩の功績が全てなくなってしまうじゃないか。たとえ先輩がいいと言っても僕は平然と受け入れられない。わしは気にしておらんぞ、まだ2試合も残っておるんじゃ。1試合目を逃したところで。じゃがそんなにこだわるのであれば、わしもいい方法を思いついておる。くじ引きで決めるのはだ。くじか。何か問題があるか？いや、その方法でいきましょう。じゃあくじ引きに使う紙を用意してくるね。ちょっと待ってて。はあ、本当にもう。すまんな後輩、どうやら運はわしを味方してくれたようじゃ。これは先輩が受け取るのが当然です。僕はただ自分の運の悪さを嘆いているんだ。はあ、これだから普段の生活でもいろいろと悩みが。確かに運が悪いくせにくじ引きで勝負を決めてもいいというものはそういないだろうな。君なんかに何がわかる。僕はただ弁論は後で聞こう。ポイントはファルさんにつける。これで第一ラウンドの試合は終わりだ。第二ラウンドの試合は砂漠で行われる。その際は俺たち評論席側の者もアール村に移動する。時間になったらアール村で集合しよう。第二ラウンドの内容はその時に説明する。それまでは自由行動だ。俺は速やかに帰らせてもらう。それでは。アルハイゼン。カーベさん、あんまり落ち込まないで。ため息をつくと運気が逃げちゃうよ。そうなのか。じゃあ深呼吸をしたら失った運気を取り戻せるな。大したことじゃない。たかが2ポイント。これで勝敗が決まるわけでもない。次のラウンドは必ず勝ってみせるから、しっかり見ててくれ。どうやら立ち直れたようじゃな。じゃが砂漠はわしの知り尽くした場所じゃ。わしに負けぬよう頑張るんじゃぞ。大丈夫です、僕も砂漠は初めてじゃない。さて話はここまでにしよう。さっさと行ってあっちの環境に。
今のところティナリが1位でファルザンが2位、レイラが3位だよな。次の試合が始まるまでは一息つけるみたいだな。まずはどこから回ればいいんだろう。お二人ともお悩みのようですね。学院祭をどこから回ればいいか決められないのでしたら、いいアドバイスがありますよ。我らが会長に聞いてみるのはどうです？ん？会長って誰だ？オイラたちも知ってるやつか？もちろん、スメールで一番有名な商人、誰一人知らぬ者はいないサングマハベイ様のことです。ドリーだったのか。はい、会長の使いでお二人にお知らせするために来たんです。スメールシティ北門で会長がお待ちですよ。